真実を知ったその先のロビンの目的みたいなのが明確になった時に6人目がつくとか、なんかそんなんなのかな。アットマーク 164TV さん、1000円ありがとうございます。ルフィが目指しているゴールとロビンが目指しているゴールが違うように感じていますと。もしゴールが同じでもロビンが考えている手段は違うのではと考えています。なんとなく大どんでん返し、トランプゲームの大富豪の革命のようなことをロビンが起こすのではないかと想像していますが、モッチー先生はロビンは頭の中で何をモチベーションに一緒に旅していると思いますか。いや、これ真実を知りたいだけでしょ。とにかく真実を知りたいんだよな。その後何をしたいとかじゃなくて、真実っていうのをとにかく突き詰めていってんのがロビンだよね。パウロとかも、いや、あいつらが何かを企んでいるようには見えないぞと、あいつらが悪だっていう証拠をくれみたいな、もうめちゃめちゃ名シーンがあるんですがね、あのサウロのところね、お前ら自分がやってること分かってるのか、話してみたらそうは思えねえぞというさ、あいつらが悪だという証拠を出せって言っているシーンがあるんですけど、クローバー博士もロビンのお母さんもそして大原の学者たちは全員ただ真実を知りたいだけなんだよな。だこの方はその先にロビンが真実を知った後に何かをしようとしているというか、それがロジャーとこう反発するようなことというかね、ロジャーと反対のことみたいな風に考えているようですが、俺的にはとにかく真実を知りたいだと思うんですね、単純にね。だ真実を知った後の話はだからもう少しこう深掘って想像はできるんですけどね。大原はまだ死んでないですからね。革命の乏しみがヒントだな。ロビンは真実を知りたいだけなんだから、これ多分この方が考えるロビンの目的っていうのは多分革命軍の目的っていうことになるわ。ただロビンは革命軍と一緒にいたけど、ロジャーの目的と革命軍の目的が相入れないものみたいな、なんかそんな感じになり得るな。ロビンは真実を知りたいだけなんですけど、ロビンのことを革命の灯火って言って希望の光として革命軍に入れたいドラゴンとかがいる中で、ロビンがどういう決断をするかみたいな、もしかしたら革命軍側にロビンが肩入れしていく未来があるのかもしれないし、いやでもほとんどロビン革命軍入りとかはなんかありえないけどな。真実を知りたい方向に行くような気がするんで、そこでいいような感じはするな。モッチー先生はロビンの頭の中で何をモチベーションに一緒に旅してると思いますか。真実を知るためだね、だからね。であとはもう仲間だからね、一緒にいると楽しいとかそういうのがあるんで、ルフィには恩があるから今度はルフィを守ってあげたいとかね、こんな感じでこうモチベーションはまあいろいろあるけどね、仲間と一緒にいたいとか真実を知りたいとか、まあそのあたりなんでしょうかね。ただそのロビンには何人目がついていないんで、その真実を知りたいことと革命の灯火って呼ばれることと、この世で唯一ポーネグリフを読めることっていうのとかがこういい感じにこう混ざり合うのかな。革命の灯火であり考古学者であり麦わらの一味と一緒にいたいロビンで、これがいい感じに混ざり合って、ロビンの目的っていうのが新たに真実を知りたいからランクアップっていう感じになるのかな。真実を知ったその先のロビンの目的みたいなのが明確になった時に6人目がつくとか、なんかそんなんなのかな。いや、これ考えるの面白いね。ロビンの目的というかね、真実を知りたいのはもちろんそうなんですが、その先のことを考えていくと。まあ、この格上げはあるよね。ロビンの格上げは、目的の格上げは。だって真実ってラフテルたどり着いたらみんな知れるんだもんね。で、ロビンが真実を知ることだけを目的にしてるんだったら、そこでロビンの夢はもう果たされるわけだね。一足早くね。いや、なんかちょっと熱いの今イメージしちゃったな。クローバー博士みたいな、思い出すみたいなさ、あなたが私だったらきっとこうするはずですよね、みたいな。そんな感じだろうな。真実を知ったクローバー博士に問いかけるみたいなシーンあったら熱いな。あなたが私でもきっとこうすると思うんですみたいなさ、あの感じだからさ、あのトムさん、あんたでもこうしただろうみたいなさ、プルトンの設計図を燃やす、あれ俺なんか勝手にイメージだけで喋ってる。俺そんなセリフなかったっけあんたでもこうしただろうっつって燃やさなかったっけ。俺の脚色それは。プルトンの設計図燃やしたとこさ、あれ。あんたでもこうしただろうって言ってなかったっけ。9999人見てる。え、そんなに増えた。さっき7000人ぐらいじゃなかったっけ。あ、9000、いや、でもなんか、なんで1時過ぎとかの方が人数増えんの謎なんだよな。だからネオチー勢が出てきちゃってるってことなのかな。え、というかフランキー、旗燃やすときどうだった。一気に700人減った。で、あそこ思い出してよ、俺は。その今言ってる。いや、ここ激アツだよな。ここはあっちでございますだ。あ、じゃあ、もう少し前か。あれ、あの旗打ち抜けでしょ。望むところだ。行きたいと家で行きたい。うわ、もうこれも俺も思い出しただ。またあっちよこれ。
フルトンの設計図おめえ持ってんのかよフランキー。これマジで熱いよこれ。さすがにルッチも冷や汗ぶわかいてるからな。ここプルトンの設計図本物かいみたいな。トムさんあんたでもこうしただろうなんてねえわ。俺の勝手な想像だわ。いやまあまあでも、でも絶対そんな感じで思ってるはずだろうこれフランキーは。俺が今この状況で設計者の願いを組んでやれる方法があるとすれば一つだ。いやー、チーでございます、ここ。ロケットマンのとこか、妄想。それ、アニオリじゃね？ああ、いや、俺、アニメ見てないからな。これ、心ばあさん。あ、心ばあさんも言ってたが、あんたがトムさんでもこうしただろうわ。人形ばあのセリフと混ざってんのか。アニメでは言ってんだ。もっち、あんたでもこうしただろう。なんでこの話になったんだっけ？ロビンがそう言うだろうってやつだよね。あ、そうそう。だから、真実を知った後に、ロビンが何をするか、みたいなので、俺がパンって思いついた妄想。クローバー博士、お母さん、ね、あなたたちでもこうしたでしょみたいな、その、真実を知った後のロビンの行動がそこで決まるみたいな。いやー、あっちいね、そこは。さあ、高弘さんにありがとうございます。ジンベイ加入で麦わらの一味は10人になったので、これからは麦わら海賊団と呼ばれるようになります、ね。これもずっと言われてんだよな。俺も長きにわたって考察を追ってますが、麦わらの一味が麦わら海賊団になるその時みたいなね。十何年一生言われてんだよな。結局何年だよな、ずっとね。全員揃った時点で、まあ麦わら海賊団が一番綺麗なのかな。で、言ったら、まあ仲間集めた10人は欲しいな。で、ルフィを除くとしたら11人で、もう一人、まあヤマトが仲間になるのか、ロキが仲間なのか分かんないですけど、オタマなのか、まあそれが揃って初めてみたいなね。ドラクエ4でライアンが最後仲間になって音楽あの変わるみたいなね。ご存知ない方は申し訳ありませんね。あれ俺大好きなんだよな。ドラクエ4で最後ライアン仲間になってあの音楽変わるところね。フィールド上トゥ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 つって、もういよいよ全員揃ったぞみたいなさ、もう倒しに行くぞみたいなね、あの感じじゃないの。全員揃ってようやく麦わら海賊団じゃない、やっぱりね。テンション高いな。なんだよ、歌歌うぐらいいいじゃん。歌歌うぐらいいいじゃん。さあ、そんな感じでしょうかね。麦わら海賊団と呼ばれるのは、まあ私的にはルフィを除いて10人、ムジンベイのあともう一人仲間になった時に初めてこう言われると。それがもう今回だってもいいんだけどね。ヤマトが仲間になるのか、キャロットなのか、オタマなのか、その辺わかりませんが、麦わら海賊団ね。菅原健二さん、ご意見ありがとうございます。正直ワノ国侍に大将レベルのキャラは欲しかったな。弱い気がする。そうだね。まあそれがおでんだったんだけど、いやもうそれはめちゃめちゃ俺も思うよ。あのめっちゃ侍強くあってほしいみたいなね。日本大好きな私からしますとね。だからこそ侍なめんなよってあのセリフめっちゃ痺れたんだからね。あのアシュラのね、10億のジャックと全然戦えてるよみたいなね。でまあそのままガンガン強えやつどんどん出てきてほしかったね、アシュラ同時以上のね。でも言ってもそのね、赤座役人男、まあもうかなりの強さだとは思いますが、9人が全員かっこよく全員強く描かれたから、全員が強いとなんかこうインパクト薄れるというかね。でも大将レベルではもうもちろんないけどな、赤座役人男は。多分大将って実際どんぐらいの強さなんだろうな。白ひげ一人を海軍の3大将で止めるみたいなので、4校の3分の1が大将みたいなことかな。言ったらなんかこう強さをまあ数値化すると、4校が100だとしたら海軍大将って全員33ぐらいなのかな、50ぐらいなのか。それかなんかその辺がちょっとなんかこう数字でこうなんかこう考えたよね。肌感覚的には4校の半分。ああ、なるほどね。4校の強さの数値を100だとしたら、海軍大将は50、50、50ってことか。で、まあ、3人がかりでやれば、4校1人は倒せるみたいなね。で、ただ、その4校1人で来たらそうだけど、4校ともなると、それこそこう、縄張りも広くて仲間も多いみたいなので、4校1人100に対して、例えばマルコが40とか50。マルコと大将が同じぐらいなのかな。そうだな、マルコが50で、大将も50で、そんな感じかな。で、4校だけが、その2倍強いみたいな。で、まあ、白ひげ海賊団はめちゃめちゃいるんで、その、マルコが50だとして、ジョズが40、で、ビスタが30とか、なんかまあ、その辺、ブワーって40ぐらいがズワーっている中で、海軍の勢力だけじゃ均衡は保てない。だから七部会も入れて、1800対1800で頂上戦争が行われたみたいなことかな、言ったら。で、その中で1800対1800なんだけど、赤犬のこのスクワードの裏切りとかをこう操作するみたいな、こう作戦みたいなので、こうやっていく。勝敗をこう決めていくみたいな。なんか4校100で大将80はあるでしょう。ガープが80、大将60、中将は40ぐらい、大将70ぐらい。もういろんな意見があるな。大将50は少なすぎるか。
余裕で倒されるの。じゃあ白ひげシャンクス黒ひげとかは大将が2人さえいれば余裕で倒されるってことか。1対1なら白ひげよりは弱い。ロジャー120。数値化もちょっと面白いねこれね。私個人が考える数値化を紹介させてくださいって言って、まあ皆さんはどう思いますかで、いやそれさすがに低すぎんだろうとか、いや高すぎんだろうとかね、まあ妥当妥当みたいなね、そんなんでちょっとお話するのもちょっと楽しそうな感じがしますね。妄想の息は出ないが楽しいね。うん、まあスカウターだね、スカウター欲しいね。